エイドリアン・ハーディー・ハワース。エイドリアン・ハーディー・ハワースは、イギリスの昆虫学者、植物学者、甲殻類学者である。キングストーン・アポンハルで生まれた。父親は、ハワース・オールドホールの主人ベンジャミン・ハワースである。家庭教師に教育を受け、法律家となる教育を受けたが、仕事には興味を持たず、両親が没して、屋敷を相続した後は、博物学の研究に専念した。 1792年に、チェルシーに移り、昆虫学者のウィリアム・ジョーンズと知り合い、眼科を受けた。1798年に、ロンドンディンネ協会の会員になり、ジョセフ・バンクスのライブラリーや標本を閲覧し、旧ガーデンを頻繁に訪れて、博物学を研究した。1803年から1828年の間に、刊行された著書の、 イギリスの林種類は1857年に、ヘンリー・ステントンの、イギリスの蝶とアレの手引きが刊行されるまで、最も権威のある書籍であった。エビを専門にする甲殻類学者でもあった。王立昆虫学協会の設立にも貢献いた。30近くの新種生物を記載した。多肉植物の俗名、ハオルシア族や、ガノタネ、サレナ・ハワーシーに懸命されている。 植物の学名で命名者を示す場合に、エイドリアン・ハーディ・ハワースを示すのに使われる。ありがとうございます。